東急モールズデベロップメント東急スクエア高林坊。東急スクエア高林坊東急スクエアは、石川県金沢市高林坊にある複合商業施設である。旧名称は、高林坊109、東急ポイント加盟店。旧高林坊109時代前身の高林坊109は、1985年9月21日に、金沢市中心部の高林坊地区に開業した施設で、 109の地方出店1号店であった。1970年代から進められてきた小林坊市街地再開発計画の一環で整備され、北側に隣接する金沢東急ホテルと共に開業した。石川県内唯一のミニシアター、シネモンドを設置している。開業から30年を経た2016年4月28日、10代から20代の 女性を中心とした若者だけでなく、40代の男女まで取り込む客層の拡大を目的に、改装を行い、高林檎東急スクエアに解消。東急モールズデベロップメントが展開する商業施設、東急スクエアの地方発進出となった。店舗は一部を除き、高林檎109時代より大幅にリニューアルされた。中でも、東急ハンズは北陸地方で、 初出店となり、コーリンボ東急スクエアの開業後の同年10月28日にオープンした。なお、コーリンボ109時代にはトラックマーケットとして期間限定で出店したことはあったが、東急ファンズの未出店地域への進出の一環としてオープンした。現在のテナントの詳細は公式サイトのフロア案内を参照。マルシャトル専用車両コーリンボ109時代には、 春のリニューアルに合わせて2011年3月5日から金沢駅と店舗を結ぶ無料送迎バス、丸9シャトルを運行開始。土日祝日限定で10時から19時までの間、38人乗りの専用車両が1日9往復していた。高林檎109と金沢駅東口、ANA クラウンプラザホテル金沢を結んでいた。シャトルバスの運行は、軽福ムジンバスに委託。 専用のラッピングバスが用意され、希望ナンバーで109を取得していた。マルキューシャトルは東急スクエアへのリニューアルオープン前に廃止されている。ありがとうございます。